北陸朝日放送株式会社は石川県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はハブ。コールサインは上位 d t v 北陸三県で唯一のアンフルネットのテレビ局である。報道取材区域には富山県も含まれる。テレビ朝日と共同でテレビ朝日富山市局を運営している。 福井県では大事件が発生した場合、案の取材団として加わることがある。自社制作の報道、情報番組では、福井県内を取材することがある。福井県では、福井放送を再送信。ちなみに、福井県は、北陸3県で唯一平成新局はゼロ。天気予報も、週間天気を含めて、北陸3県の予報が放送されている。放送の開始。 終了時の ID 画面では視聴者の皆さんへ北陸朝日放送は普遍、不当の立場で公平、かつ客観的な番組を見ていただくよう努めてまいりますというテロップを挿入していた時期があった月曜のみ、すべて横スクロール扱いとなる。地上デジタル放送は他の石川県内のテレビ局から3ヶ月遅れて2006年10月1日から開始した。 1990年から1991年10月の開局時にかけて西川文平、朝日新聞側と石川県の地元市の北国新聞側が対立。北国新聞では1990年11月のアナウンサー募集広告は掲載。しかし、1990年12月15日付で郵政省が予備免許異議申し立手受理といった記事を掲載。 このような経緯もあり、開局当日前後は開局広告や開局特集が全く掲載されないという新機開局としては前代未聞の事態となった。テレビ番組表に関しては、サービス放送開始の1991年9月24日より掲載していた。開局広告、開局特集がなかったため、石川県民であっても開局したことを知らないという事態になった。 北陸中日新聞、朝日新聞では1991年8月の試験電波発射から広告を掲載していた。1992年11月27日の一面広告掲載後、対立関係は解消されている。2021年1月現在、北国新聞のテレビ CM に関しては、徹子の部屋、あいつ今何してるなど30秒 CM を、 提供スポンサーなしの不定期で週5回前後放送している。北国新聞の大株主である北陸放送よりも放送回数の多い週がある。また1日にから3回放送されることがある。2018年から密着。石川県警24時の提供スポンサーになっている。北陸中日新聞は2020年3月まで池上明のニュースそうだったのか。目撃。 ドキュンなどのローカルスポンサーであった。2020年4月以降、土曜20時代の計30秒 CM は継続しているが、スポンサーからは撤退している。また、ハブふるさと CM 大賞、北陸ラーメン博事前特別番組に関しては2020年度から CM 放送、スポンサーから撤退している。早朝のグッド、モーニングでは、 月曜から木曜まで15秒の CM を開局時からのヤジウマワイド時代から放送しているが、スポンサーとはなっていない。開局時から数年間はバブル崩壊による赤字経営で苦戦していた。1997年の北陸放送 CM 未放送事件以降は黒字経営に転換している。朝日放送が主要株主に入っているため、ローカル放送枠では教えて、 ニュースライブ正義の見方など、多数の関西ローカル番組が放送されている。1991年10月の開局時、午後2時台には、こんにちは2時ではなく、晴れ時々高人、ベカコの自由時間が放送されていた。同じ中部エリアである、名古屋テレビ放送制作番組は、うどちゃんの旅して、ごめん、おぎやはぎのハピキャンキャンプ始めてみましたが、放送されている。 過去の制作番組では、サラリーマンアワー平成の起きて、レッツドン、キホーテなどが放送されていた。毎年1月2日には、中部地方ブロックネット番組、ご当地グルメ探偵団が放送されている。夕方のローカルニュースでは、中部ブロックネット特集が年数回放送されている。テレビ、東京系列の番組は数える程度の時期があったが、2019年10月以降、 それだめ。あなたの常識は非常識ソクラテスのため息、滝沢カレンのわかるまで教えてくださいやテレビ、大阪製作文を含むスペシャル番組など増加傾向になっている。2021年1月現在、テレビ金沢よりもテレビ、東京製作番組が多く放送されている。テレビ朝日系列で多くの系列局が放送している2時間ドラマ、土曜ワイド劇場。 日曜プライムなど、再放送、平日放送は2020年9月14日で、廃枠となった。2時間ドラマは連続ドラマが、スペシャルになる場合、放送されることがある。また、土曜、日曜に関しても2時間ドラマは放送されていない。暴れん坊将軍などの時代劇再放送は、ワイド。スクランブルの午前放送枠拡大に伴い、 2014年3月31日で廃枠となった。自社制作番組、深夜バラエティ番組の縮小が行われている系列局がある一方で、平日夕方には自社制作番組、ギュと石川夕記ライブを放送。深夜番組は2021年1月現在、27時前後まで放送している。深夜バラエティ番組、 アニメ番組は26時30分前後まで放送している。自社制作番組はテレビ朝日の関連会社である放送技術者が制作協力に関わっている。現在のオープニングクロージング音楽は2006年の地上デジタル放送開始から使われている。2021年1月1日深夜のクロージングからオープニングクロージング映像の一部ナレーションを 金込みながら牧野の真嗣にそれぞれ変更。最後に登場するツボネロゴは新しいハブのみで北陸朝日放送の文字が廃止されている。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、朝日放送の出資比率が最も高いツボネであり、開局時は晴れ時々人、ビショップ・インナイトなどの関西ローカルの帯番組がネットされていた。 石川県内の民放テレビ局で唯一、地元市の北国新聞は、主要株主には入っていない。イベントを共催するなど、現在は、友好関係となっている。1992年3月31日2003年3月31日、北陸朝日放送送信等テレビ朝日系列のリモコンキー ID 地図2011年7月24日の12時で終了した時点のもの。 鈴中継局は2010年7月24日に放送が終了している。開局から2020年12月まで使用されていた曲ロゴ。太字は字幕放送。途中打ち切りから復活した番組2000年頃から2010年末まで土曜日曜夕方のローカルニュースはフリーアナウンサーが担当していた。2011年1月より 北陸朝日放送アナウンサーのシフト勤務で対応している。同時に土曜日曜昼のローカルニュースをアンニュース内で開始している。男性女性以下のケーブルテレビ局ではデジタル放送が区域外再放送されている。かつては下記のケーブルテレビ局全局ともアナログ放送の再放送を実施していた。石川県内のケーブルテレビ局は 放送対象地域内であるため省略。全域で視聴可能で、上、ネイ以外はすべて富山県ケーブルテレビ協議会の加盟局である。また一部のツボネはアナログ放送終了以前は他の石川県の民放も再放送していた。以下のすべてのツボネで北陸放送と区域外再放送を行っている。岐阜県は 名古屋テレビ放送の放送対象区域であるが、大野郡白川村の小白川地区は、南市町対策のため、都並広域県事務組合が付設した、ケーブルテレビ網により、指定管理者のと、南衛生通信テレビが、NHK 富山放送局、北日本放送、チューリップテレビ、富山テレビ放送とともに、特例で、区域外再放送を行っている。2001年に、 ハブ開局10周年記念として日本列島をかたどった顔に北陸地方の位置する頭上にアンテナがついているイメージキャラクターを採用しておりハブのキャンペーン CM でよく登場する名称は一般公募され抽選の結果ミルルと命名した2006年4月にミルルを基本としたキャラクターデザインが一新され簡略化や表情がはっきりしたものにリニューアル 7月にハブ開局15周年記念の新イメージキャラクターとしてミーゴちゃんとキャッチ CM で発表された。名前の由来はハブに割り当てられた地上デジタル放送のリモコンキー ID の5チャンネルから見て5ちゃんを簡略化した意味が込められている。ミーゴちゃんはエッチなテレビ。ハブのキャッチ CM、キャンペーン CM では夏の高校野球、 世界水泳などテーマに適したコスチュームで登場している。ハブが開局20周年を迎えた2011年、ミーゴちゃんのデザインも次世代に対応し 3D 風にリニューアルした。北陸朝日放送は携帯電話にかかる個人情報流出事故を2回起こし、北陸総合通信局に報告を行っている。フルサイズ計算読売新聞は富山県が 東京本社版、福井県は大阪本社版。他は富山県、福井県とも大阪本社版。ハーフサイズ掲載、小サイズ掲載、非掲載。ありがとうございます。